はい、皆さんお疲れ様です。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 僕の YouTube です。これからお邪魔しております。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、まだ終わんないの。はい、今ね、OB リーグ配信終了しまして、せっかくなんでちょっと YouTube 撮りたいなと。まさかの川野さん初出演ってことで。初出演じゃないや、あら、あれやってるもんね、配信の時に。配信でもね、一回お邪魔していただいて。ああ、そうなんだ。そのリピート来なかったなと思って。ああ、悩んでたんですよ。たまんなかった。違う今日ハマれるようにそう、ね、はい、頑張りたいと思います。ちゃんとしてユニフォームしてるから、確かに。はい、家から持ってきました。そう、はい、皆さん、OB リーグっていうライブ配信を、いつも川野さん MC で、はい、まあ、ヤクルトだったら立山さんとか、はい、坂口さんとかね、うん、OB の方が盛り上げるくれながら、はい、野球が見れると、はい、っていうやつをやってますんで、登録した方がいいんですよね。はい、あのファンクラブ、ファンクラブに、そうです、はい、登録して普段聞けない話が聞けるっていうところで、ね、面白い話が、皆さんぜひ登録してください。よろしくお願いします。はい、じゃあここからは上田剛チャンネルの3人で。おー、そうね、はい、なんかね、川野さんからもいろいろ聞きたいことあると思うんですよ、多分。はい、あります。なんかいろいろ聞いてほしい。はい、結構神宮に通ってお二人を生で応援しに行ったりとかもしてたので、うん、ファン目線で聞けたらいいなと思います。うん、全然聞いて。私結構左のリリーフを好きになることも多くて、荒木さんとか特に代打で出られる時とかは左だったらもう荒木さんのこと多かったんだと思うんですけど、はい、この人のめっちゃやばかったみたいな気ですか。左ですか。はい、でも割とやっぱ左ピッチャー得意だったんで、誰が来ても嫌だなっていう感じじゃなかったです。おー、はい、岩崎作るとしようでした。あー、でもなんかすっごい独特なんですよ。スピードは出てないんだけど、めちゃくちゃ速く感じるっていう。打てそうで打てないんだよね。そう、なんか打てない。岩崎投手の登場曲はね、川野さんの歌だもんね、使っていただいてます。あれなんていう曲名なの。ららららら、 I can try っていう。 I can fly No トライです。 I can try。 どういうそのつながりで、その彼のために書き下ろしたわけじゃなくて、あった曲を岩崎投手が見つけてくださって使用してくださったっていう。すごいね。中継見てたら自分の曲流れてきて嬉しいですか。やっぱり嬉しいよ。入りましたね。1年ぐらい余韻が長いですね、だいぶ、はい、逆になんか今自分が出してる曲でこの曲使ってもらいたいなみたいなのあるの。今ドラフトっていうタイトルの曲があって。そんなあんの、はい、完全野球やもん。野球からインスピレーションを受けて書いた曲、選ばれる人じゃなくて選ばれなかった人が頑張って生きていこうぜみたいな曲なんですけど、これ曲の最初の始まりは第1回希望第1回希望選手ちょっと待って、もう違うか、ちょっと違う昔の人からの第1回選択希望選手のメドレーじゃないよ、違う、大丈夫第1回選択希望選手読売だよそうじゃない、メロディーになってる曲だ。あ、なってるやつなんだ。はい、球場でやっぱ流れるって、私紅白に出るよりも球場で流れることが夢だったんですよ、ずっと。野球が大好きすぎて。言ったら間接的なライブみたいなもんやん。甲子園だって4万人の入るでしょ。そうです、ね、そこに自分の曲が流れるわけじゃん。もう歌っちゃえば生で。ああ、確かに。よくあるじゃん、メジャーリーグとかでやってる。やってるよ、歌っちゃうっていうパターンいいよね。なんかそれで阪神の方からそういう依頼なかったんですか、はい、ないの。しませんかとか。式と外周の外にステージがあるんですけど、はいはい、そこでライブはさせていただきました。ぜひ9回岩崎投手がね登場するときにもう生ライブをねやってほしいよね。生で歌いたい、うん。逆に今のリーダーのリリーフ誰がすごい。カープの堀江投手って言った。あとファイターズの福田すぐる投手、はい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 、めちゃくちゃ好き。あと宮西投手も好きめちゃめちゃ好きやん。なんか好きなんですよ、ね、左のリリーフといえば宮西さんだね。確かにね、もう鉄腕だから。何試合だけだよ、700試合とか800試合とか。だねっていうね。野手でもそんだけ出るのしんどいのに。確かに。ピッチャーで言ってるから相当すごいよ。すごい、うん。まあ我々ちょっとヤクルトで長いことやらせてもらって、引退して僕4年経つんですよ。で、荒木さんは多分1年目なんですけど、うん、はい、引退し4年経つけど、やっぱヤクルトの試合ってどうしても気になるんだよね。どうなってるかなとか、たとえ試合が見れないとしてもハイライト見たりとか、それは別に仕事の一つとかじゃなくて、勝手に見ちゃう。まあまあ気になるよね、でもね。なりますね。みんなどういう感じかなとかやっぱ気になるよ。そうそう、一緒にやってた選手がどうなってるかなとか、ヤクルトの試合見る？見ます。
結構神宮とかも行って見たりとか。球場はねまだ行ってないんだよ。あらさん、興味ないから。行きましょうよ、みんなで。みんなで行きましょう。なんか速報とかそういうの見ます。速報とか本当にあの華やかな世界から一気に180度変わるからね、生活が。言ったら野球選手ってやることは簡単なわけですよ。野球やってお金稼ぐだけだから。いや、もう大変ですよ、うん、めちゃくちゃ大変ですよ、はい、結果出さなきゃいけないし、うん、毎日緊張感ある中、プレッシャーある中で結果を出していくのはこれは大変なことなんだけど、やることは野球やるだけだから。まあ、俺なんて高卒でプロに入って引退してるから32歳の時に社会人1年目、名刺の渡し方知らない、メールの送り方も知らないみたいな状況から始まったから最初大変だった。なんか、これ生きていくのが大変じゃんと思ったぐらい。確かに。どうですか、引退して、うん、今半年以上、半年ぐらいかな。いや、もうね、本当言ってることが分かって、まあ、まず何をすればいいかなっていうのもあるし、本当野球選手の時って、まあ、仕事が絶対あるわけじゃなくて、毎日絶対仕事あるんだけど、今はもう仕事がないから、自分で探して、やっぱりこう営業とかじゃないけど、仕事をまずもらわなきゃいけない、そこから始めなきゃいけないから、それが毎日あるわけじゃないし、で月1本あればいいなとか、そういう状況なんで、これはなかなか難しいですね。であとはもう辞めてから結構電車乗る機会やっぱ増えて、あ、満員電車とかで、まあ、スーツ着たりとかっていうのも増えたし、世の中のサラリーマンの方とか本当に大変だなと思う。いや本当すげえなと思う。すごいと思う。いやだからこそよ、やっぱ夢あるじゃん野球選手って、うん、だからこそ若い時の苦労っていうのは大事だなって俺はやっぱ思う、うん、これは、うん、そうね。そこでプロに行けなかった人たちの方が多いわけであって、うん、そういう人たちはやっぱね、いずれ野球やめてサラリーマンを経験する人はほとんどじゃないですか、はい、でそこで結婚して子供がいてってなってくると、やっぱ自由って本当なくなると思うし、それはみんながみんなね好きなことを職にしてやるってできないと思うんですよ。でもやりたくないこともやって、仕事でのストレス、家でのストレスとかいろいろあるじゃないですか、今僕はないけど、だけどそういうのを抱えながら生きてる人ってたくさんいるじゃないですか。なんかそれ考えたら、小さい時いろんなことを我慢しながら、いろんなことを頑張ってよかったなと思って、野球選手になったから、うん、結果的に、うん、野球選手ってセカンドキャリアすごく大変だ。大変。もう野球選手輝かしいのはもう一瞬だけだから、本当にみんな絶対ね後から働くことになるから、この余韻に浸れる期間って本当少ないから。いやもう行き切ったら別よ、マジだったら鳥谷さんとか あそこまで行き切ったら、はい、それはもう何部でも仕事あると思うし、俺が一つ感じたのは、現役の時ってセカンドキャリアについてちゃんと考えてますかとかっていう講習があるわけ、だけど現役の時ってそんなもんいちいち聞いてないの、確かにね、また講習かよみたいな感じなのよ。俺は辞めたいと分かって、めちゃくちゃ大事あとお金が残ってるか残ってないかも大事お金が残ってたらなんか始めれるから。確かにそうです、ね、そう。野球選手なんて辞めた時に銀行からお金借りようなんて無理だから。無理だよね。そっか、そういうのもあるんですね。大変なリスクの中でやってるんです。わあ、だからサッカー選手ってめちゃくちゃちゃんと考えてるから、いろんなところに投資してるし、終わった後にちゃんとお金が入ってくるシステムを作ってるから。でもこれって終わってから気づいても遅いから、高卒1年目の状態に戻れるならマンションを買ったりとか、そういうことしてるよね。俺こじきになると思ったもん。ピンチだ、やばい、ピンチ、いや分かるよ、やばいと思ったもん、本当やばいと思う。結婚したばっかだったし、本当にね、何にもなく暇な一日があるの。マンションの下から公園で野球やってる家族がいたら、もう教えに行こうかなと思うぐらい。ここでお知らせです。昨年から岡山で野球スクールをやってますので、皆さんぜひこちら予約して来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。フリーでやるんですよ、はい、なんか大変なこととかないんですか？女性で一人で、体もお二人みたいに大きくないし、褒められることとかが多くて、そこはちょっと戦っていかなきゃなと思います。全然なる。あとなんか歌手であり野球好きなので、なんか野球好きに引っ張られすぎて何やってるか分かんない人にならないように、ちゃんとこう自分で進路とか取らないとなって思います。そうですね。なんか業務になると好きもなくなりそうだし。高校野球も好きなの？高校野球から好きになって、それこそ関西高校で出られてる時からめっちゃ好きで切り抜きとか集めてて、うん、でそっからなんか知らず知らずのうちに野球の仕事も呼んでいただけるようになって、
っていう感じです。ずっと甲子園だテーマソング狙おうよ。いや本当歌いたいです。それ行こうよ。狙います。狙って勝手に作ろうかな。あ作ろう作ろう、うん、ネット甲子園でもうあなんで、うん、どうする。そのネット甲子園の曲作ってうちの母校が甲子園出てこんな奇跡起きたらいいくらい、ドラマチックですね。ねえ、やっぱ言うことから始まるかなと思うので。そうよ、そうです、行きたいと思います。そうそう、誰が見てるか分かんないし、本当どう繋がるかも分かんないし、そう分かんない、はい、いい曲作ります。ヤクルトスワローズですよ。怪我人が多いですね。やっぱヤクルトが負けるパターン、勝つパターンは明確だよね。もう何年かで明確。怪我人がね、多い年はどうしても勝てない。勝てないし、健康だと戦ってるし。そう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 。戦力は強いから。申し訳ないけど、俺は阪神より戦力が整ってると思う。阪神もそれはすごい強いけど、高橋奎二とか。奥側とかがちゃんとベストな状態で本当に自分たちの持ってるポテンシャルの力をちゃんと出したら普通に2桁勝てるんですか、でじゃあ山田哲人と村上塩見が調子悪い時もあるだろうけどある程度やったらさ3割打ってでオスダサンタナがいるんでしょ。それですよね。じゃあ強いんですよ普通にやったら、あ、ね、めちゃくちゃ強いんだから。みんながみんなうまくいくことって難しいけどなかなか、そこがちゃんとハマったら絶対強い。そらそうよ、まあ、戦力的にはねやっぱ整ってる、整ってる、整ってる、まあ、今は本当にサンタナオスナでだいぶ勝ってますね。そうね、あの2人がすごすぎる、マジで勝負する。2人ともやっぱヤクルトがすごい好きだよ。なんかこんな感じ嬉しいよね。なんかねそんだけ好きって思ってもらえるね。いや嬉しい。だから相手チームからしたら村上の後にあの2人がおるって嫌で、いやそうなんですよね、大変だ、うん、あとはピッチャーもね、ずっと言われてるけどね、ポテンシャル持ったピッチャーがいっぱいいるからね。いや俺が引退してその後入っていた選手たちが結構いるんですけど、うん、なんかいますこう期待できる選手。僕内山壮真選手、僕すごい期待してるんですよ、うん、彼の野球センスはキャンプでも見たし、レギュラーで使ってもらいたいなっていう思いもあるし、うん、彼はすごいいい選手だなと思うんですよ。それはキャッチャーやってますけど、外野も上手いと思うし、内野も上手いと思うんですよ。もちろん体も負担かかるけど、でも、なんか便利屋にはなってほしくない。いやー、ほんとそう。1年間どっかで固定して、試合に出たら、20本、30本打ってる力あると思っていいよ。ほんとに、他だけ見ます。か、そうだなぁ。未来だ、これ。また、投手、巨人から、おー、育成で、いいと思うんだけど。あと今年入ったキャッチャー鈴木くんとか、これはいい。これはね、多分ムーチョの後来るんですよ。でもそこ難しくない？ムーチョの後来てももちろんいいんだけど、もしかしたらソーマもするってなる。確かに。だから、うちのソーマは外野です。そっちもいいのかな、うん、悲しいことに、村上だってメジャーに行くこともあるだろうし、テツトももう年齢が4、5年経ってきたからね、もうちょっとね、なってくるし、それは世代がどん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 変わってくるから、とも次のスター選手、次のスター選手って今ちょっと村上でちょっとストップしてるじゃない、でその後の選手もそろそろ出さないとっていうところもあるじゃないですか。どうです？やっぱりクリスチャンオールスターとか見てても最後赤羽選手が決めたりとか、なんか存在感大きい選手多いイメージですね、はい、赤羽くんはクリスチャンオールスターで MVP、 はい MVP、 繋がった、繋がった、繋がないですけどやっぱね、勢いだけじゃどうにもならない世界なんですよ。うわ難しいですよね。こう見えて結構ちゃんと野球のこと考えてるんで、その野球のもちゃんとあるんですよ、普段はあれですよ、飲みとかないです、ちょっとでも野球のはちゃんとあるんですよ。それは相手の研究とかですか？もちろんそれもありますし、こういう場面ではこうした方がいいとか。どうやって鍛えられるんですか？いやでもこれは僕は教えてもらったこともあるし、はい、自分が生き残っていくためにはこうならなきゃいけないっていうのもそこに徹したっていうのも多分あるし、これは荒木さんだってそうですよ、はい、もちろんレギュラーみんな狙いたいしレギュラー取りたいんだけども、そうじゃなくて自分が一軍に残るため、一年でも長くユニフォーム着るためにはどうしたらいいかっていうのは常に考えながらやってたところもあるし、もともとは打つことに自信があって、はい、一番俺がうまいんだっていう自信の中で入ってきてプロに、自分がまさかバント練習を1時間やる選手なんて思ってないからね、誰だって。そうね。そう。だけど自分がパッとこう客観的に見た時に、上田剛志という人間、荒木隆弘という人間がヤクルトで長くやっていくために一軍に残るために何が必要なのかっていうことを考えたら、誰よりも守備が安定してるとか、ここぞという時にバントするのはあいつだとかっていう存在にならないといる価値がないから、ベンチ。人と同じことやったらダメですよね、絶対。ないポジションをこう
狙っていかないと、ね、そうそうそう、そこのピースにいつもハマるようにはやってた。職人ですね、必要な場所に。そうそうそう、それはでも大事ですよね。そう、この動画をきっかけにね、はい、ちょっとヤクルトの未来が、はい、そうね、明るいようになるように、はい、なんか真面目な動画だね、なんか今日。え、真面目っす、今日真面目な動画だった。真面目真面目。そうだ、はい、ちょっと次からふざけたいと思います。あ、はい、そう、かわちゃん、なんか宣伝ある？今年の末、11月30日に大阪、うん、12月7日に新横浜でワンマンライブするので、よし、行こう行こう、来てください。いや、行ってくださいよ、みんな。行こう行こう、お願いしますよ、ね。アラキさん、なんか宣伝ありますか？何もないです。何もない。アラキさん、暇なんでいっぱい仕事あげてくださいね。あ、教えに来てほしいとかっていう方がいれば。野球ね、はい、そういうチームとかもあれば、うん、全然行くんで。行きます、行きます、はい。ちゃんと資格持ってるんで、アマチュアの、はい。そうそうそう、高校野球とかね、はい、そう。絶対行った方がいい。ということで、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。